地元ボートレーサーの力を借りながら小島倉敷の魅力を発掘紹介していく花丸パーク小島で遊ぼうと、はい、ボートレース初心者の阿部安香とエニシングオッケーエニシャキヨシです。はい、エニシさん、はい、今日もですねこちらお休みのボートレース小島からお送りしております。見て、いやすごいよね。あれって掃除してるんですね。いやあんな初めて見るし、ああいう風にやってくださるからこそ綺麗なボートレース場が保たれてると。エニシさんもいつかあそこに乗りますね。いやめて、そんなこと言って本当にやるからこの番組。今回はですね勝浦真帆選手をゲストにお迎えします。いいですね。ロケットスターターむちゃくちゃスタート早いんですよ、ね、でなんといってもお綺麗で優しくて人気があるんですよね。というわけで今回のゲストは勝浦真帆選手です。テーマは女子ボートレーサーあるあるです。人間勝浦真帆にも迫ります。今回も新型コロナウイルス感染対策といたしましてリモートでゲストの方をお迎えしております。はい、はい、今回は、うん、ビーナスシリーズ第18戦、うん、第11回クラリスカップ出場予定の勝浦真帆選手です。よろしくお願いします。勝浦真帆です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何ですか、はい、この可愛さは。いやもうむちゃくちゃ可愛い。もう本当に大好きなんですよ僕。本当ですか。いや本当に。でまた何が可愛いかって、このね素敵な笑顔もそうですし人柄もそうなんですけど、このズームが初めてってのがいいですね。おじゃあちょっとすいません、自己紹介の前にあのカメラを横に倒していただいてもいいですか。今立てられてるんで。ああいいですね。すいません、ちょっと待ってください。固定ができないんだね。主役が映ってない。もうちょっとなんかカメラを正面に向けていただいて、はい、勝浦さん、この正面から映る方がいいな。あ、立てなった。あんなにボートを器用に乗りこなす方がこんなスマホで苦戦する、はい。私ね、あの勝浦選手すごくおっとりとした印象なんですけれども、うんうんうん、実はおっとりそうに見えてこうガーッと攻めちゃうタイプですか、はい、どうなんですかね。ボートでは勝ちたいなっていう気持ちは強いです。負けず嫌いとかそんな感じです。負けず嫌いだと思います。いざボートに乗ると、うん、あれもうどこでスイッチが入るんですか。レース場でなんか水面見たり、うん、ボートとかこうパッて見たら来たみたいな感じで。もう小さい頃は勝浦選手自身どういったお子さんだったんですか、はい、ソフトボールをずっと小学3年生からやってて大好きで、もうずっとなんかソフトボールばっかしてました。なぜソフトボールをずっとされていたのにいきなりボートレーサーになりたいと思ったんですか。ここがちょっと不思議なんですよね、はい、身長とかもちっちゃくてなんか体型が合ってたので、あの叔父がボートがすごい好きで、うん、なれなれみたいな感じでずっと勧められてて、高校で進路決めるときにそのことが頭にあったんでいろいろ調べたりして、はい、おじさんはどうなんですか、その姪っ子がね、はい、選手になって、はい、もうすごい喜んでくれて、うん、もう今でもずっと応援してくれてます。あ、それはもうおじさん冥利に尽きるよね。いや本当にスタートがねいいっていうのは多分ご自身でもあの感覚があると思うんですけど、そういうのも何か秘訣があったりとかするんですか。いやスタートは本当にもう自分の見える範囲で行こうとしか思ってないですけど、でも結構掘ったりとか、はい、アジャストしたりとかしてるんで質はそんなに多分良くないと思います。ごめんなさい、私あのボートレース初心者なもんで。すいません。ほったりって何ですか、用語ですか。スピードをちょっと緩める。あ、勝浦選手にですね実はあの、はい、小畑みなみ選手から、はい、勝浦選手にちょっとメッセージをいただいておりますので。はい、あの子はもっとできると思うんです。おそらく A 級には絶対なれる資質は持ってます。スタート力はあり、
旋回力もあります。ただ欠けている部分はその道中の走りとかそういうところがまだちょっとだけ甘い。で何よりボートに対してすごく熱心ですから、ちょっとしたきっかけですぐに飛躍できると思うんで、それをまあうまく引き出してやれるにはどうすればいいかというのは私も考えてます、いろいろ。ありがとうございます。この師匠の小畑さんとはどんな方ですか？はい、周りからの信頼とかもすごいですし、水面もすごい方ですし、水面だけじゃなくて丘の上もすごい方で、聞いたりしたこととかも1から10もう全て優しく全部教えてくれるようなめちゃくちゃ優しい人です。やっぱりちょっと勝浦選手のオフがどういったお過ごし方をされているのか気になる。トレーニングでジムに行ったり、人と多分会って話したりするのが好きなので、うん、仲いい人と会ってご飯行ったりとか、同期だったら大山千尋さん、うん、岡山支部だったら高橋由香さんとか、うん、藪内瑞希さんとか、うんうん、土屋美奈美ちゃんとか、はい、安井瑞希ちゃんとか、もう本当にみんな仲いいです。大山さんとか同期とはいえ、はい、住んでるとこ全然違うわけじゃないですか。そうですね。そんなに頻繁にお会いしてるんですか？最近は全然会えてないんですけど、千尋がフライング休みとかに、はい、福岡に行ったりとか、はい、そちら辺で用事がある時とかに行ったりとか、そうですね、逆に向こうがこちら辺に来る時に、はい、はい、遊んだりとか。いやー、聞きました、はい、僕ね、ここにね、勝負師勝浦真帆見ましたよ、はい、私がフライング切った時じゃないんですよ、千尋がフライング切った時。聞き逃してませんよ。いや、また向こうはフライング切らないと忙しすぎて予定が入れれないので。そういうことか。そうです、そうです。大山選手って、はい、勝浦さんにとってはどんな存在なんですか？普段仲良くしてるんですけど、レース場に行ったらやっぱ考え方とかペラとか旋回の仕方とか結構話したり教えてもらったりするんですけど、すごいところで活躍してるのでいい刺激をもらったり、自分ももっとやれるって思わせてくれる存在です。じゃあ逆に大山千尋にここは私は負けてない、私の方が上よっていうところあります？実家に帰った時に本当に何もしないらしくて、なんか全部お母さんがやってくれるみたいな感じ。その家に帰ったら私の方がまだやるわよと、はい、ギリめちゃくちゃ絞り出しました。今女子ボートレーサーあるあるっていうのね、ちょっと何かあったら教えていただきたいな。こうすごい最新のこういう美容のなんかこれいいよとかっていうのがこう誰か一人が発信したら、次の節行ったらなんか何人か持ってるみたいな。そういう情報に特に敏感で、はい、この人の発信が多いんだって方いらっしゃるんです？やっぱ土屋みなみですか？あー、そういう感じなんだ。肌とかも綺麗でいつも教えてもらってます、何使ってるとか言って。女子会しますってなった時にどういったお店に行って、はい、こう何食べるんですか？もう本当何でも食べます。レース終わりとかはもうみんな肉食べよってなりますね。あー、やっぱなるんだね。勝浦選手は食べ物何が好きなんですか？自分魚系が好きで、お寿司とか海鮮系が好きです。そうなんですね。勝手にイメージでハンバーグ、オムライスとかかなと思ったら魚ですかね、はい、という。次からおしゃれなやつ言います。いやこっちに合わせなくていいですよ。今この女子選手の中でハマってることとか、今度行こうってなってることとか、何かあったりします？ちょっともうやっちゃったんですけど、はい、夏にグランピングしたいなって言って、うん、なんかちょっとおしゃれっぽくやってみました。めちゃめちゃいいじゃないですか。いいな、女子だな、かわいいな。
なんか若い方々ですからの恋バナとかそういうのは出たりしないですか？あ、めちゃくちゃしますね。あ、やっぱするんや。最近気になってる子がいるとか、それともなんかやっぱりその好きな男性のタイプの話だったりとか、それとも芸能界の恋愛事情だったりとか。はい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 、もう全部しますね。ヒーヒーヒー。ビーナスシリーズ第18戦第11回クラリスカップが1月11日から開催されます。勝浦選手をはじめ岡山支部から多くの選手が出場予定です。しっかり調整を合わせて、まずは準優勝戦乗れるように頑張りたいです。優勝してください。はい、優勝したいです。じゃあですね、最後に今後の夢だったり抱負っていうのはありますか？ B1 に出たいして、全然目標としてる A 級とかに上がれてないので、今季はしっかり上がって、同期の大山千尋さんとかも活躍してるところで一緒に戦えるように頑張りたいです。はい、ありがとうございます。本日のゲストは勝浦真帆選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もう可愛かった、ね、何が可愛いかって、ズームの操作慣れてないのが可愛いね。やっぱりレースの時とこう普段の私生活のお話を伺って、もうギャップがもうすごく、もう女の私でもときめきが止まらなかった。むちゃくちゃファンになってますよね。もう大好き。これからも頑張ってください。それではまた次回小島で遊ぼうと。バイバイ。